朝ショールームしたんですけど、またやりました。みんなお疲れ、お仕事まだ終わってない人もいるかな。なんか最近さ、寒くてか分かんないけどめっちゃ肩こる。なんか気づいたらさ、すぐゴリゴリいう肩動かして、朝寝ているうちに終わってた。そう、朝ね、今日めっちゃ早くやったから。チーム4という実感がありません、まだ。チーム B って感じ。ほ本当になんか背中が、背中が分かんないけど肩、なんかさ、やっぱ寒いとこうなっちゃうじゃん、だから凝ってる気がするね。あとね、セーターとかあのニットとかダウンとか着てると重いから凝るっていうのもある、ありますね。今日は寒かったです、とっても。昼間は暖かかったかな。なんか最近前髪をこうやって分けてるのすごく好評なので続けます。最初は実験的な感じでやってたんですけど、こっちの方がでも大人っぽく見える気がするってことで、今からスシローに行ってきます。いいな、スシロー行きたい。17期入ってくるね、楽しみ。推しメン見つけよう、17期来たら。皆さんの近くにもいませんか、なんかアイドル目指してる子とか。ぜひ呼んでください。そして8の日2022チケット情報、こちらをチェックしてください。そっか、もう2022か、やばくない2022って。え、どんどんなんか2022すごいな。メイクが大きくなったら進めたい。ぜひぜひぜひ。まあでも本人がね、やりたくないって言ったら無理にやるし、やらせるあれは必要はないと思うけど、もしなんかアイドルに適していそうだったらぜひ。ぜひぜひ。同じエタの子が入ってくる可能性ある。12個下ってこと？でも12個下だとさ、11歳とか12歳からじゃないっけ。さすがにまだいなさそう。10歳は全然いると思うけど、
どうだろうね。楽しみがいっぱいだ。横山優みたいに同姓同名の子、確かに吉川七瀬はいないと思う。さすがになんか吉川も七瀬もね、意外といないんだよね。意外といないんですよ吉川七瀬。今まで会ったことないかも、同姓同名は。なんか同姓とか同名だけはまあなんかいるかなって感じだけど、それがくっついたりするのはさすがに。でも7がつく子とかでもな、ゆいちゃんとかが多いんだよね最近。おだえりなはいそう。確かにおだえりな、確かにいそうだね。いい名前だわ。親に感謝だね。感謝です。ちなみに今日はお兄ちゃんの誕生日です。おめでとう。お兄ちゃんの誕生日おめでとうございます。そうなのです。お兄ちゃん、お兄ちゃんに誕生日プレゼントちゃんと買いました。優しくないですか、こんな妹。献血してきました。ありがとう。何あげたの？秘密です。何でしょう。うちの妹なんて完全に忘れてました。うちの誕生日。いやでもなかなかそんな。覚えてる人いないですよ。そんなことないか。今日もすっぴんなら違います。残念。
からないやん。でも分かんないか。でもめっちゃまつげ上がってるけど。僕は妹にメッセージ動画送りました。私もメッセージ動画とメッセージ動画送って連絡もして、でタンプレも買いました。チーム変わってもチューチャンネル出てください。え、出たい出たい出たい。ちおりさんに言っとこう。ちおりさんとはずっとなんか仲いい気がする。七瀬千織は不滅レナ千織みたい。チーム4にポンポコ就航したから楽しね。そうなんだよね。チームポーに、チームポーだって、チームポーにポンポコ集結しました。なぜがチーム4って不思議ね。なんか、まあ、まだなってないから、活動してないからあれだけど、想像つかない。新春コンサート応募してきた。お、もう始まってるのか。楽しみだ。そうだ、今日で横山さんが卒業だ。悲しい。でもなんかチーム一緒になんなかったし、あんまり喋る機会なかったなって感じ。ももちゃんが素格でうろたえてた。確かに、まあ、最初はね想像つかないし。でも前回のさ、なんか素格の時もさ、めっちゃ泣いてるメンバーとかいたけどさ、最終的にすごいなんか楽しそう、みんな
今のチームだからすぐそうなりそう。やばい、めっちゃ足しびれた今。やばい、しびれレベル5 10 10のうちの5。いや、もっと7のうちの5にしよう。先輩メンバーはいないですいや、なんか普通に喋れる人はいっぱいいるけど、なんかめっちゃ仲良い、もうしょっちゅうご飯行きますみたいな先輩は、まあもともとしーちゃんと千織さんぐらいしかいなかったからいないです。でもこれからいっぱい仲良くなっていければいいなと思います。でもしーちゃんとは、なにこれ、なんか出てる冬ソング、ふわふわフォー冬ソングフォー AKB 現在5752ポイントはあなんか出てるんだけど、これもしかしてせかされてる嬉しい、ごめん、あの本当にまだメンバーちゃんと把握してなさすぎて。え、嬉しい、クララちゃんかわいい、ふわふわしてる、なんかわかんないけど、ちゃんとわかんないけど、7のうちの5はあまり聞いたことがないまだその話かい。20万ポイントでチキンがもらえるね。え、オカリナちゃんなんせ仲良くなりたい。え、てかね、基本的にみんなね、その一緒になったチームの子ね、あんまりね、なんかわかんない、まだ。だからこそちょっと知りたいです。私なんか割と自分から話しかけに行けるようになったので、なんか後輩にさあんまり行きづらかったの前は、でもなんか最近すごい行けるようになったので、あ、ユーリーさんも話す、この前レッスンの時にね、ゆりさんの隣に座ってちょっとお話しした。やっぱね、でもね、仲良くなりたい場合はね、自分から行かないと本当になんか仲良くなれない気がする。ナシちゃん、キャプテンやってみたい気ありますか？ないです。
無理です。私はそういうタイプではない。どうしようどうしようってなっちゃう。え、なんかどうしたらいいのってなって、毎回毎回なんか LINE で誰かに聞いちゃいそう。え、これってさどうすればいいのめちゃくちゃめんどくさいキャプテンになります。二度手間キャプテンになってしまいそうです。あやみんとか話した。え、あやみんはね、アンナ公園でね割と喋ったことある。でも最近は全然喋ってない。リートと本店は隔離でも最近全然もうオープンっていうか、みんな仲良くみたいな感じです。全然最初はね隔離され、隔離っていうかまあ先輩たちと関わるところがなかったから全然だったけど、最近はって感じです。新聞誰がいたっけって今見てきた、まだ覚え、え、そうなんだよ、私もねまだ全然ね、待って誰がいたっけみたいな感じなので、ちょっとあのごめんなさい間違えたりしたら、覚えなきゃ早く。なんかクラス替えみたいですごいすごい、ね、お、なべさん、なべさん朝も立ててくれたのに、なべさんありがとう、ありがとうです。お仕事かな。頑張って。ありがとうございます。頑張れー、お仕事頑張れかわいいタワー。関わるかもって思ってたメンバーも結構、え、でもねなんかさすがにさなさすぎたじゃん組閣が。だからまああってもおかしくないなとは思ってたけど、なんだっけ、あれだと思った、チーム、あ、公演を変えますとか。でももうあれだよね、どこが少ないんだっけ、なんか結構少ないち。でも最近8人公演だからあんま関係ないか。まあでもね4年でしょ、だって4年って結構長い方じゃない。うん、まあまあ長かったもん。
4年クラス替えしてない。確かにそうだよね。でもだから逆に嬉しい。もう4年もあのチームで活動できたことが嬉しいので、全然全然って言ったらちょっとね悲しい気持ちあるけど、まあ、ね、次のステップだって感じです。ひなこは昼の七ゴングでもないです。そう、連絡取ってます、ひなことずっと。やばい、くしゃみです。中西会はチーム分かれたけど中西会は継続するの？いや、そもそも中西会しーちゃんがいなくなっちゃうからいやでも4人で遊びたい。卒業しても本当に大好きな4人です。あ、3人です。アシちゃんどこのチームだと思ってた？え、 B だと思ってた。いや、 K と4はないなって思って、なんか分かんないけど、で A もでも A もうーんなんか B しかないじゃないかなと思って B だと思ってました。そしたら全然名前呼ばれなくて、え、4なんと思ってなんかこう残りのメンバーでこうやって顔見合わせて、え、うちら4あ、よろしくねみたいな感じだった。だったです。いや、なんか K っぽくは、ね、でも K っぽくないなって思ったメンバーが結構言ってたから、あやねちゃんとかゆうなとか、まあ、ひなこも K だけどね、なんか意外なメンバーが。あやねちゃんというのは戸惑ってましたね、まさかだよね。しかもあやねちゃんなんて B か4って感じ。なんかゆうなも割とでも4でもおかしくなさそうだけど、楽しみですね。とりあえず公演とかコンサートが始まるまでは楽しみ。寒いし、じゃあそろそろランキング読もうかな。13位はしんのすけべアットマーク2022年もすけべさん、ありがとうございます。12位は台湾のジアホンさん、ありがとうございます。11位はドゥリンチャさん、ありがとうございます。10位はまぼろしさん、ありがとうございます。9位は YS73 さん、ありがとうございます。8位はまぐりのアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はとわアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位はのりアットマークだんこ7レンジャーさん、ありがとうございます。
よいよごっちアットマークのレンジャーさんありがとうございます。よいよイッサアットマークのレンジャーさんありがとうございます。3位はパンダアットマークのレンジャーさんありがとうございます。2位はキュナイアットマークのレンジャーさんありがとうございます。そして1位は鍋公式いつも仕事中アットマークのレンジャーさんありがとう。鍋さんタワーありがとうね。お仕事頑張ってね。バイバーイ。復習していいよ。ほう。チーム B。チーム B。チーム A。K。B。4。いいか。エイト大好き。それでは皆さん。ありがとうございました。またあ、そうだミルフィーユやってなかった。はい、みんな私をミルフィーユバイバーイ。あれにしよう、定型文にしよう。え、待って、そんなあ、ちょっと終わらせよう。バイバーイ、ありがとう。そうだ、定型文覚えとこう。定型文バイバーイ。定型文